県警察本部によりますと、県内で去年1年間に交通事故で亡くなった人は前の年より8人少ない49人で、1948年の統計開始以来初めて50人を下回り最も少なくなりました。最も多かった1969年の398人と比べると8分の1となりました。危険な運転の取り締まり強化や交通マナーを守る意識が高まったことなどが要因とみられています。一方、死亡事故の6割以上を高齢者が占めていて、夜間の事故や道路横断中の事故が多くなっています。県警察本部は夜間に外出する際には反射材の着用などを呼びかけています。